ウィルケル・ファリニエス・アライは、ベネズエラ・ミランダ州カラカス出身のサッカー選手。ベネズエラ代表。リーグアンの RC ・ランスに所属している。ポジションは GK。2011年に、地元のカラカス FC に入団。2013年に15歳ながら早くもトップチームに、昇格。2015年8月には、17歳の若さで689分。 無失点のクラブ新記録を達成した。2016年シーズンはコパリベルタドーレスにも出場。同年12月には同年シーズンリーグベスト11と最優秀 GK に選出された。2018年1月、ミジョナリオス FC に移籍。移籍後も聖 GK として活躍し、FC、バルセロナなどがファリニエスの獲得に興味を示していると報じられた。 2020年6月14日、RC ランスへのローン移籍が発表された。2021年5月24日、RC ランスは買取オプションを行使し、2024年までの契約を結んだ。2013年からユース世代のベネズエラ代表に選出され、2015年にはコパアメリカ2015のメンバーに選出された。 2016年5月の FIFA 飛行人のガリシア州選抜戦でフル代表デビュー。2017年3月の FIFA フフワールドカップ2018南米予選のタイペル戦で先発出場した。2017FIFAU-20 フフワールドカップ出身権をかけた2017年2月の南米ユース選手権では政治意見を任され本大会出場に貢献。 本大会のグループリーグの対バヌアツ戦では PK でゴールも決めた。ありがとうございます。